ニアとビャッコさんが処刑されるなんて。入港した軍艦の中というのがまた厄介じゃな。どうやって助け出したもんか。空港は警戒厳重だもん。やっぱりここは男らしく正面突破。ダメです。みんなが危険な目に遭っちゃいます。まあそうだよね。 ここはこれ大樹の根っこですよね。この図が正確なら岸壁から伸びた根が船底まで続いてるみたいです。そしてこれが船底の物資搬入口。ここから入れないかしら。なるほど。根を伝って船底の搬入口からか。そこなら警備も手薄だもん。おまけに夜は物資の搬入やってないもん。 それしかなさそうじゃの。決まりだ。ふっふ。トラ、みんなに見せたいものがあるも。これは誰にも見せたことのないトラだけの秘密。人工ブレードなんだもん。人工ブレード。 これが。トラはドライバーに憧れてたもん。でもトラにはドライバー適性がなかったんだもん。なんでそんなこと決めつけるんだよ。そんなのやってみなけりゃ。やっちゃったのか。トラは1年前ドライバースカウトに志願したんだもん。ダメじゃったのか。 トラ君もあんなに。そうだもん。三日三晩鼻血が止まらなくて大変だったもん。それだけ。じゃ済まないもん。鼻血だって出血多量で死ぬこともあるもん。聞いたことないな。ま、それは置いといても。置いとくのか。ていうかあっさりすぎるだろ。 とにかくこの人工ブレードが完成すればテキ性がないトラでもドライバーになれるもん。しかしすごいもんじゃのトラ。お主が一から作ったのか。作り始めたのはじいちゃんとお父ちゃんだもん。でもじいちゃんは死んじゃって父ちゃんもどっかへ行っちゃったもん。だからトラは こいつを完成させてドライバーになって大活躍するもん。そしたら噂を聞きつけた父ちゃんも帰ってきてくれるもん。トラ君。ところでトラ、この人工ブレード見たところほとんど完成しているようじゃが、あとはどうすればいいんじゃ。もふふ。あとは足りないパーツをいくつか買ってくればいいもん。 でもトラ、お金全然持ってないもん。マジで？マジだもん。全然？1ゴールドも？すっからかんも。つまりはお金を貸してくれと。貸すんじゃなくて出してくれたらもっと嬉しいも。さすがはのポンぞく。しっかりというか。 ちゃっかりというか。あ、でもでも人工ブレードが完成したらとてつもなくすんばらしい戦力になるもん。そりゃまあそうなのかもしれないけど。でいくらいるの。だいたい6万ゴールドくらいも。6万。さすがにそれは。ねレックス、トラ君にも手伝ってもらいましょう。お金だったら 私が何とかするから。何とかするってどうするの。まさか体を。いい加減にしろクソじじい。天然物だから売れば6万くらいにはなると思う。ダメ、そんなの受け取れないよ。でもねえ、俺も男だ。分かった、パーツ代全額俺が持つ。なんと太っ腹。
兄貴は男の中の男も。その代わりヘンテコなブレイドだったら承知しないぞ。それは任せても。よし、じゃあ行くぞトラ。もう大丈夫かしら。ありゃ、やけくそじゃな。